波さん事件でですとということでね今回の「ナミさん事件です」シリーズなんですけどもまあこれはね今の私の立ち位置からすると、まあ、ハイブリッドというか持ち家も持っていて賃貸もいくつかあるっていう状態がまあ、ベストかなと思ってますね。で大抵の方はねこれ別にヒゲするわけじゃないんですけども1軒家を買ったらそこでもうね あの一生分の所得が釣り合っちゃうっていうか時にはそれをオーバーしちゃうんですよねまあ、ですんで賃貸にするのか持ちにするかっていう風な選択に求められるんだと思うんですよあのこれ規模はちょっと小さいんですけどもマイカーを買う時にも同じようなね考えが頭をよぎるんじゃないかなと思うんですよ例えば自分のねまあ、乗りたい車がある で、片方では実用性を考えてこっちの方が機能的だなぁと家族のためだなぁと思う車があると思うんですよ。まあ、こっちワンボックスでこっちがクーペのスポーツカーだとするじゃないですか。本当はずーっと憧れていた車があるんだけども今家族がいるからツーシーターじゃあちょっとね難しいよねと。で、荷物のスペースもいるからワ,ワンボックスにしようかなとかそれ燃費考えたら軽のワンボックスだよねっていうふうになってきてこっちを選ぶと思うんですよ。でも 自分個人として車の楽しみを持っている方っていうのはやっぱねこっちのクーペの若い頃憧れたスポーツカーが欲しいなと思っちゃうかもしれませんそうなった時にお金の制約があるとやっぱりねこの2つのうちの引っっていうふうに選択が狭られちゃうと思いますけどもじゃあお金に余裕があったらどうするかって言ったら両方買ってこっちは家族用こっちは俺用みたいな感じになると思うんですよねでしまいには奥さんはこれとかね子供が生まれたら子供にはこれとかね そんなこともできるかなと思いますし私は今ねあの車3台所有プラス奥さんの車って感じで4台あの買ってるんですけどもあの新車もあれば、まあ、中古ももちろんあるんですがやっぱりね1日のうちに2台以上の車にこうまたがって乗ることもあるんですよ例えば子供を送ってワンボックスでベルファイアで移動するということがあればじゃあそれが終わってからねちょっとまあデートで出かけようかつっ,ってセルションに乗って奥さんと2人で あのデートに出かけるとそういう風なねお昼を送ったりとかじゃあ午後からはあ一人でちょっとトランザも乗ってくるわみたいな感じでトランザも乗っていってねで乗った先で、まあ、いろんな方に声かけられてそこで一つグループができるみたいなねそんな楽しみ方があって一日のうちに違う車3台に乗って人生をねより楽しむってこともできたりするんですよ。まあ、ただお金金はかかかかりまますすけどねね、まあ、車検とか税金も一発であの来ますから、ね、台数分 同じ年の同じ月に税金とか4発くらい来ますからね。だからね <laughs>。まあ軽自動車は安いにしても、まあでもね、あの、その他の車はそこそこの排気量なんで、まあ10万単位が3発来て <laughs>、あの、税金がね。で、車検も同じ年に来ますからね。同じ月に来ますからね。ドカンドカンドカーンって感じですよね <laughs>。まあでも、なかなか面白いかなと思ってます。そういう人生も。で、家なんですけども、一軒ね、 もともと住んでる家を持ってで賃貸をバラバラっと借りるみたいな方法っていうのはナミ、まあ、さんも商売をされてるんでなんとなく感覚わかると思いますけども自分の住まいたるメインの家っていうのはまあ購入してもいいと思うんですよでもそのほかの事業で使う物件っていうのは賃貸ですよね大体だから両方とも考えていくっていう思考がもともと事業者にはあるわけなんですよで特に私不動産もやってましたんで土地の売買をやっていたりとかね土地の売買やってなると一瞬私が自分で取得するわけですよ それを販売したりとか、ま、いろいろ整備したりとかね。中には賃貸を改造して貸しに出すみたいな、また貸しっていう商売もあったりしますしね。そうなると、おまあ、個人で給料をもらいながら、その給料の中で何に使おうかなーっていうふうに車、車家っていう考えるんじゃなくて、じゃあ必要なお金ができたら、じゃあ家をもう一軒余計に買うから、じゃあちょっとお金いるな、じゃあ新しいビジネスちょっと作ろうかみたいな感じで、その、 何かをね求めるためにビジネスを作ってそこから入金を得てでその新しい取得物に対して使っていくみたいなこともできるかなと思うんですよ。もちろんうまくいくことばかりじゃないんでね事業がうまくいかない時っていうのはどんどんと賃貸の契約を切って縮小していって自宅を事務所みたいにするみたいなね超コンパクトなマイクロ法人っていうねやり方もありますけどね。 はははい、といととうここなんで私はね結論が出ましたこれはあの前から出ていたのかもしれませんけども改めてここで言葉にしてね動画に残したいと思いますけども賃貸ななののかか持ち家なのか、うん、基本的に持ち家を1個中央にドーンと置いといてそこに暮らしてあとはセカンドハウス的なものとかうんいろんな状況によって住み換えれるような家もしくは倉庫駐車場その他の物件っていうのを複数借家で 賃貸で持っておくって形が私のスタイルに今回なりましたね。あとね、あのー、もし所有するんだったら別の国にまたがってって感じでしょうね。まあ日本にはもう家が私ありますんで、もう一軒家を買うとしたら二軒目はインドネシアになると思いますで。そこでまあ2000万円ぐらいで土地付き、家付き、プール付きのまあちょっとした豪邸が建てられるらしいんですよ。そのくらいのお金で。だからそのお金はまあインドネシアの方に埋めておいてですね。で、えー、あとはね、なんかリフォームみたいなね。 あの趣味のために日本の古民家を買うかもしれませんね、まあ、そんな感じで想像するだけでも楽しいなと実際はそこまでやらないと思いますけども <laughs> でもなんかねあの最近ね100万円以下住宅とかね古民家3000万円とかで検索すると結構ねあこの家いいかもみたいなえこんな立派な家は昔あったんだみたいなね、うん、その家を検索する楽しみとかねありますねしまいにはね森とか林とか山を買おうかなみたいなね 安いんですよこれを7800万で山1個変えたりとかするんでね、うん、その山で自分の修行場を作ってみようかなみたいなねそんなこともありますけどねなんか面白いですね世の中ねいろんなものが売られていて、うんはい、ナミさんありがとうございましたそれではもう1個の動画もこれから拝見しますナミさん事件です以上です